い、グムソ、あ、口来てと思います。今日はですね、ASA の今週が忙しいということで、今動画撮ってるのは6月17なんだけど、なんか今週いろいろね、アークの日程とか予定、いろんな告知された内容が詰まってるんですよ。なので、一旦週の初めにみんなとですね、情報整理していこうぜっていうところで、そこについて実はちょっと炎上するかもみたいな話もあるので、みんなとね、そこら辺の今週のアークが結構忙しいので、見ていきたいと思います。という感じで本日も口行ってみましょう。1つ目、今週のアーク。2つ目、炎上する可能性も実はちょっとだけある。で、最後にまとめという形でやっていきましょう。で、まず1つ目に今週のアークって感じなんだけど、で、今週いつかというと、今動画出しております6月17月曜日でございます。この週ですね、この週の話をしてます。まあ、2024年の6月17日です。で、何が来るかっていうと3つあります。1つ目がまずレンジャーコラボ、まあなんか戦隊もの、まあ朝8時とかにある仮面ライダーとかと一緒の枠でやってるところですね。で、あの感じの、 あの戦隊ものの恐竜系のやつがコラボとして来るらしい。で、これはスキンかモッドか、まあよくわからんのだけど、とりあえず来るのは確定で、来るタイミングとしては月曜日の深夜、6月17日の深夜で、まあカレンダー的にはまあ1日ずれて火曜日になるんじゃね、まあ、ただ体感的には17の深夜じゃねみたいな感じになっております。なのでまず新恐竜もしくは恐竜改造新プログラム、わかんない、スキンが何かが来ますっていうのがまず1つ目で、次が今週のいつかはまだ明言されてないんですけど、今週結構アップデートが入る予定です。なんかね、やっぱアップデート自体がもともと運営が言ってた話なんだけど、やっぱりセンターリリースでみんな の、 あのバージョンですね、プレイステーション PC XBOX のこのバージョンの足並みが揃ったから、それに合わせてじゃあやりやすくなったんで、今まで放置されていたバグとか、今まで何て言うんですかね、まだ手が触れられなかったというか、まだちょっとタッチされてなかったようなですね、バグとかそういった部分を修正していこうと。まあいろんな問題もあるし、クラッシュもあるし、サーバーがねおかしくなったりもするし、そこら辺でいろいろな修正をしていく。もちろんセンターも出たばっかりで、いろいろなね問題出てて、メッシュとか、あとはなんか地形いかれてるとか、まあなんかいろいろあるから、まあ、そういったね、あとはまあ特に言ってたりしたのは恐竜レベルが1になったりするやつっていうのも話は出てたので、まあ、そこら辺でですね結構いろんな中身が変わってくるというところで、ちゃんとアップデートしてゲームを正常化しますよみたいな話が出ているっていうのが現在のね状況にはなってますね。なのでこういったアップデートが、まあ、結構その今週1回来る、もしくは話によればこれ説なんだけど、1回来るパターンと複数トントントンって来るパターン、まあどっちかがあるらしいけど、これは分かんない、車で分かんないけど、とりあえず今週は結構今まで課題になっていたアップデートをします、バグ系のっていう感じになってますね。修正していきますっていう話で、最後に、コミュニティクランチでですね、ついねこの動画出てるの17日なんだけど、2日前の土曜日に発表されたクラブアークという公式サーバーのおそらくハブサーバーみたいなのができるらしいその PVP、PVE、いろんなスモールトライブなんとかなサーバーとかコンクエストとか、そういうの関係なく遊んでる人全員来れるサーバーで、ミニゲームとかあったりして、まあなんかさ、ラストとかでもさ、そういうさなんかあるじゃん、そういうの作ったりしているエリアとか、そんな感じ、まあ、マイクラとかでもあるじゃん、そんな感じでみんなが集まれるサーバーで、コミュニケーション取れるサーバーで、ミニゲームがあったりして商品を持ち帰れる、自分の公式サーバーとかにっていう話の結構面白いハブサーバーがあるらしい。で、これはまあ多分公式ネットワークの中なのかな、ローカルのキャラも持っていけるのかな、よくわかんないけど、まあとりあえず公式のネットワークの人たちは全員多分いけると思います。まあローカルとか非公式はよくわかんない、まあ多分いけない可能性高いけど、まあ、そんな感じになってます。ただまあここの3つの情報全部等しく言えるのが、情報が薄い出てる詳細情報が薄いから、とりあえずリリースされるまで具体的にこれがこうでこうだよっていう風なのが言えないっていうのがちょっとね、いつも通りのアークとなっております。はい、よろしくお願いします。なので、まあ、そういった面もあるという形にはなっておりますので、こうクラブワークはね結構面白そうなんで、まあ、ライフワークで一回遊びに行ってもいいのかなって思ったりもしてますねっていう感じで、まあなんかそんないろいろな面白いエリアができているっていうような感じですねっていうところなんで、まあ一旦ねまとめると3つあって、月曜の深夜にレンジャーの戦隊系のコラボが来ると。で、今週の日程は分かんないけど、クラブアーク、そしてたくさんのアップデート、もしくは一発でたくさんの内容のアップデートが来るという話になっております。
というね、このあのレンジャー系クラブワークアップデート来るよっていうので、いろいろですね、なんか情報がひっきりなしに今週は来るんじゃないかなというふうに思ったりしますので、まあそこら辺でね、皆さん楽しみに待っていただければっていう感じですね。まあただあのアークくんのやることなんで、もしかしたらここら辺を一個に全部詰めて月曜の深夜に超スーパーでかいファイルでアップデートとかするかもしれません。結構ね、なんか言っちゃなんだけど、素人目から見ても結構アークって、そのなんか分割してテストして、なんか障害ポイントが分からなくなるみたいな感じのやり方やめればいいのになって素人でも思うようなことを、なんかめんどくさがってドゥーンって言っちゃうからそこは分からん分からん、そこは。なのでとりあえず一旦やることリストとしてはその3つがあるから、ちょっとね、どうなるか分かんないけど、随時来たタイミングでまたみんなとね動画で共有していこうかなという風な感じで思っておりますので、これを踏まえて実は今週炎上する可能性があるんすよ何かというと、炎上の部分で言うと、まあ、クラブワークとかバグとかはそんなないと思うんだけど、レンジャーコラボが有料モッドの可能性が実は可能性としてね、まだ捨てきれなくてあるかもしれないという話が海外ではありますっていうところなので、今実はその結構風当たり強くて、アーク運営なぜかっていうと、どうしてもそのペイトゥーウィンでパイロメイン出してしまったことによって、そのまあ、別の動画でもいろいろ言ったんだけど、その買えなくて悔しいから嫌だっていう、その日本のソシャゲのなんかよくある結構そのパターンとかではなくて、そのなんか自分が課金できないからムカついて批判してるとかじゃなくて、なんか結構向こうのゲーマー熱いっていうか、すごいなんていうの、自分のコンテンツみたいな感覚で発言をするのね、まあ、もちろんプレイヤーだけど、プレイヤーとゲーム会社が一つになってゲームを作ってるみたいな感覚で、まあ、運営サイドもコミュニティマネージャーとか置いてそういう雰囲気を作るし、でゲームをプレイする側もそのなんていうかな、例えばさ、そのアメリカって選挙の時さ、俺の国の選挙だから俺が決めるんだこの国の一票みたいな感じになるじゃん。そういうのと一緒で、結構その自分に対しての当事者意識がすごく高いのね、その自分のいるコミュニティで。要するに何が言いたいかっていうと、ペイトゥーウィンに行くまでのそのやり方とか、その道筋とかコミュニケーション不足が気に食わねえからめっちゃキレてるっぽい可能性があって、もちろんね、短絡的な人はそのままバーってなんかわーって言ってる人もいるけど、なんだけど、その普通にそこそこ数万人とか、なんか何十万人っている YouTuber もなんていうかな、否定的な意見を表明していて、まあ、それをよくよく、まあ、そのなんか頑張って翻訳してみると、やっぱりなんて言うんだろうな、そういったスタンスが怒られているというか、何なのそれみたいな、コミュニケーションもなければ急にそういうことやって、でお金取ってばっかりじゃんみたいな感じで、スネイルゲームスもなんかしょうもない浪費ばっかりしてみたいなっていう話になってて、そういったなんていうの、彼女に怒られてるって感じでもさ、あなたさ、あの時さ、ああいうことしてたじゃんみたいな感じで、それは今関係ないじゃないかみたいな感じになってるんだけどそういう感じになってて、でそういう流れで今金がなんていうの、パイロメインで出させるみたいな形でこう賛否両論になってて、俺とかはその別にそのなんていうかな、ある程度なんかもう脳みそがエレメントに支配されてるから楽しいっつって、うお、パイロメイン楽しいってことある、強いってことある、テイム方法難しいけどだいぶ慣れたってことある、デュッつってやってたんですよね。なんだけど海外の人はそういう感じでちょっと怒ってる人も多いっていう形で、それを踏まえて今回もしレンジャーコラボが有料課金だった場合、多分今週一発目の平日でバチクソ燃えますの可能性が高い。おい、またかよみたいな、お前ら何課金させまくってんだよ、おいおいみたいな、味締めやがってよみたいなっつってなっちゃいます。まあ、これはね、本当に ASE の頃は多分こんなこと起きなかったと思うんだけど、 ASE の頃ジェレミーっていうね、一番偉い人の中の一人なんだけど、創業者の一人の人が、まあ、無料でアップデートします、 ASE と ASA って今2つあるじゃん。もともと ASE を今の ASA に無料でアップデートして、アークサバイバルアセンデッドっていうゲームは存在しなかったんだよね、存在自体が。なんだけどそこで急に
グビーンって曲がって、やっぱり無料アップデートやめて、アップデート後のアンリアルエンジンの新しいアークはアークサバイバルアセンデッドとして新しく別ゲーでフルプライスで発売しますってヘペロっつって、そっから歪み始めて、お前らコミュニティのことなんだと思ってんのっていうので、結構そのなんていうの、夫婦関係が悪くなって、結構なんか家庭内別居みたいになって、口聞いてくれないしとか、ご飯作ってくれないし、洗濯物分けられるしみたいな感じになってきて、でその中ですごいなんか、あーちょっとパチンコ行くから3万貸してくんねみたいな感じの話が出てきてみたいなノリだからそれが減ってって、そのなんていうの、前段階のストーリーがあるからみんな切れてるっていうのが多分、まあそのさっきも言ったけど、バカみたいに短絡的に言ってる人もいるけど、まあ、それはもうあのしょうがないそこまでの人だから何言ってもしょうがないから、そのまともな人の話を聞いてみるとそういう理論だったから、まあ、分からんくもないけど、だって楽しいからやっちゃうっていう、ちょっと短絡的なんだけど私としてはまあ俺的には楽しくて、アークが、まあ、あの別の動画でも言ったけど、最悪の想定はアークがこの世からなくなるっていうね、好きなゲームが1個消えるっていうことが一番最悪なので、まあ、そのお布施という概念、推しをなんかその押すという概念であれば、全然俺はまあそのなんかちょっと尺だけど、スネイルゲームズとかいるので、まあ言ってることもわかる、なんか海外の人たちが怒ってる人たちが言ってることもわかる、その論理が成り立ってないし破綻してるし、その道筋がちゃんとしてないけど、その最悪な状況と天秤にかけた時、あと普通に新恐竜が楽しそうでワクワクしたから買った、後悔はしていないっていう感じかな。なのでまあそこら辺のちょっとねややこしいのよ。しかも ASE って8年も9年も続けてて結構長いじゃん。なのでこうなんていうの、50代60代のそこそこ長く連れ添っている夫婦の間の圧力というか確執っていうのがあってっていう形だから分かりづらいんだよね。そういう状況をあの前提として考えると、パイロメインと感覚をあまり開けずに出てきて、しかももしこれがめっちゃ強い恐竜とかだったら、もう大騒動ですよ。これはもうこれはもう本当にやばいですよなのでちょっと頑張ってほしいんだけど、アークには。なんだけどちょっと辛いかなっていうところで、まあ、あのこれは確実に爆発は起きそうかなっては思っちゃう。正直ね、正直それは思っちゃう。ついお金儲けがいい感じに進んじゃったから、元いけんじゃねっていう有料課金の出しちゃったけどっていうのは、多分今あの英語圏では特にしばかれる内容になってくるんじゃないかなというふうに正直僕は思ってますね。なのでぶっちゃけ今週はね、月曜日からレンジャーコラボありますっていうのがあるんだけど、これ結構今週の行方を左右する。下手するとマジで今雰囲気が悪いのね、本当に。パイロメインでうわーってなって、でオアシサウルスの時もちょっとなったんよ。なったけどまあまあまあみたいな感じであのなったんだけど、今回は完全にペイトゥーウィンで恐竜とお金を投下交換で、しかもその恐竜めちゃ強いみたいな感じで、もうそら違うやろ話がみたいな感じになってたりましたから、まあなかなかガチかなっていう感じになってます。海外の温度感はなんか日本の人たちが、まあ日本の人もなんかもちろんね、そういうちゃんとした理由で怒ってる人も全然いると思うんだけど、なんだけどそのより海外の方がそのホット感は高いと思ってる。結構火力高えなみたいな。なんか前の1個前 の, クラブワークの時のコミュニティクランチの動画でもコメント欄さ、コミュニティクランチをちょっと見たじゃんっていうのも、なんかあまりにもそんな別に怒る内容じゃないのに、多分その温度感が高いから、そうでもないその普通の情報のコミュニティクランチのコメント欄もなんか怒ってる人がいたりしたので、そういうなんていうかな、温度感なんだよね、海外のユーザーたち。だからもうそれはもうなんていうかな、何言ってもしょうがないし、自分らの身から出たサビだから、アーク運営はそう不快に感じてしまう人もいるわけだから。で、まあ、それがさ、あまりに1割ぐらい、1割、まあ、1割多いな、なんか 0.1% とかの超少数だったらある程度そこは無視していいかもしれないんだけど、まあちょっと母数が比較的多いので、そこに関してはある程度自分のスタンスとかいろんな、なんかその考えとか今後の流れとかをちゃんと共有していった方が
いいんじゃないかなっていう、そう当事者意識が高いから俺たちのアークって思ってるんだよね。まあ俺も別に思ってるよ、思ってるし、だからこそ別にその理不尽に課金が出てきても、まあそのアークが、まあもちろん好きだからっていうのはあるんだけど、まあそのアークが潰れないように、そうもちろん課金はするよって思ってるし、なのであのそこら辺はちょっとなんか人によって捉え方が違うから、もうそれはしょうがないから、でそう思わせてしまったっていうのは、俺もそのなんか別に俺は同感はね、同調はしないけど、その理論は理解できる、そういう風な道筋でそう起こってるんだよっていうのは確かに分かるから、ちょっと運営考えた方がいいもうちょっとちゃんとやった方がいい。まあ今までやれてないからやらない可能性も高いんだけど、なんだけど結構これは危険が危ないというか、結局ユーザーが ASE と比べてだいぶ離れてるから、もっと離れる原因になっちゃうから、そこら辺は本当にね、どうにか頑張ってほしいということで、僕はレンジャーコラボ楽しく待ちたいと思うし、クラブワークもまあちょっと楽しみたいなみたいな感じで思ってますので、最後にこれを踏まえてまとめやっていきたいと思います。でまとめとしては、今6月17日の動画立てるんだけど、この週忙しいです、結構なんかアークの中身は。でまず、月曜日の深夜ですね、レンジャーコラボ戦隊系のコラボが出てきて、トリケラトプスとか恐竜がなんかメカメカしくなるのか、スキンでなるのか、特別な恐竜が出るのかは分かんないんですけど、とりあえずレンジャー系のコラボが来ます。でもしかしたらパイロメインで味を占めてチートな恐竜が出るかもしれません、分からんここは。で次はクラブアークですね。クラブアークというハブのアークサーバー、これちょっと面白そうだから俺も行きたいんだけど、これが公式サーバーで、みんながねサーバーのあれ関係なくね集まれるっていうところなんで、しかもコミュニティエリアだからすごく俺は興味があるので、そういったところで日頃ねライフワークにはちょっとサーバーの都合上参加できないけど見てるよみたいな人とかと交流できたら面白いなとも思ってるから、そこら辺とかもねなんかね楽しそうだよね。であとはバグ修正とかのアップデート、ここは結構ね大事だったりするし、俺はここも地味に期待してるし、レベル1になるのマジでだるいからあとは変なメッシュとかね、オーバースポーンとかセンターのマジで やっててうわめんどくさってなるから、まあ確かにもういつものことで慣れてる部分もあるからめんどくさって思いつつ普通にプレイはしてるんだけど、めんどくさくって変わりないからどうにかしてほしいっていうのは普通にあるから、そこはね解決してほしいなっていうところでね、この3つが今週来るんで、みんなもね炎上しないか見守っていてあげてください。はい怖え。俺さもうずっとさこのレンジャーコラボ怖いんだけど、楽しみなんだけど、俺はもう早くどんなのか知りたいんだけど、ただ今の温度感とこれが有料だった場合というね懸念を考えると、うわーって思ってて、有料だろっつってもうその想定で結構なんか文句言ってる人とかもいるから、なんかちょっと怖えなっていう、海外ではねそんな感じのノリもあるから、ちょっとねもちろん普通にプレイしてて普通に楽しんでる人はもちろんいるんだけど、 PVE の人とかもそうなんだけど、やっぱり声の大きい人もいるから、まあ、なかなか温度感的には、まあ、その全員が全員怒ってるわけでもないし、全員が全員むちゃくちゃ言ってるわけでもないんだけど、まあ、ちょっと怒ってる人の相対的な比率が、まあ気にしないといけないんじゃないかなというラインまで来ているのではないかと感じている今日この頃ですね、という感じなんで、今日はこの辺にしておきたいと思いますので、ぜひみんなのねご意見感想も聞かせていただければって感じで、今日はこの辺にしておきたいと思います。で KTR ゲームではこんな感じでアークの動画 ASE の頃から作ってるんで、ぜひ皆さんチャンネル登録高評価でぜひ応援してください。そんな感じで本日はこの辺にしておきましょう。それではいつもご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。